おお、ああ癒されますね。やっぱりいるじゃん。うちも一回ぐらいはキスとかしてみたいけ。幽霊にダメ出しされても。事故物件だったりしないですかね。どんな話するんですか。ちょっと面白がってますよね。ずっとこうしたかったんです。うっ、冷た。男の人の喉仏ってずっと触ってみたかったんじゃ。アイスケ、なんで死んでんの。うちデートがしてみたい。深入りせん方がええで。今日のこと一生忘れんと思う。さようならって難しいんじゃね。